俺何してりゃいいんだろう。あの、女の子はめらかしてこう、こう、ふんぞり返ってて。あ、そうだよね。エロ動画ばっかだったから見てんのが。しかも薄くやってる割にちゃんとやっぱ色もつくね。つくね。うん。なんかいらないこれ。サイレントヒルワークス。今回は、はい。ペール缶、杉山くんがね、うん、ペール缶を持ってきてくれたんだけど、うんうん、あの、普通のペール缶ってまっすぐなんだけどさ、うん、なんかね、樽型のペール缶持ってきてくれた、うんうん、ちょっとかっこいいね。そう。チューレットもね。そう。そしたらさ、近所の人がさ、そのペール缶、あの、持ってったんだけど、これをね、上にね、かぶしちゃったのね。うん。椅子になってて。で、どうしたのって話したらさ、アストロで売ってたよ、なんて言って、うん、アストロ行って買ってきたわけ。はいはい。で、俺ね、これね、上の文字、なんか文字入れたいなと思って、色剥がしたわけ。はい。それをさ、今日さ、うん、あの、やろうかな。うんうん。オリジナルの、ね。オリジナルの。うん。で、俺で、バーンって投げちまう。ダメ。ダメ。ダメ。投げちまう。近所に。挨拶してくれね、家にぶん投げる。いやいや、ダメ。あの、これを、はい。デザインは、うん、今日、もうちょっと5時になっちゃったので、うん、俺でデザイン考えて、うん、あらかじめ、やっときます、うん。はい。で、火曜日、はい、杉山くんと、やけさんに、うん、はい。はい。ちょっとね。大丈夫かな。やけさん、マスクかぶるけど、ちょっと目が見えるやつ用意しとくんで。ああ、そこ。うん、うん。うん。あと、口と目が開いてるやつ、ちゃんと。あったっけか。多分あると思う。うん。うんそれ用意しとくので、ねはい、火曜日やっていただきたいなと思います。うん、で、はい、これ、色、今日は色を剥がすところまではやりましょう。うん、そうですね、うん。はい。で、オリジナルのシートができますと。は、う、い、ん。椅子ができますっていうね、うん、感じで、今日はやりたいなと思います。はい、ということで、よろしくどうぞ。Silent Hill Works。 はい、杉山くんに開けてもらいましょう。はい。開けてください。はい。入れ。あ、もう、すげえ失敗してる。何？なんで、なんでフリーズしてるの？ちょっと、なんか、なんかほら、視聴者さんとどうかな。開けてる間でもさ、ニコニコします。怖い、怖い。なんで？周りでニコニコしてるだけで怖い。でね、これね、なんか、こう拭くだけだとね、ここのね、アイサメにね、入ってる色が取れないの。ああ、はいはいはい。で、歯ブラシをね、用意しました。歯ブラシをね。はい、歯ブラシ。ドーンドーンじゃない、ドーンじゃない。こんなに出さない、いらない、こんなに。歯ブラシ。好きな色は、どれアオディ。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 じゃあこれ青を使いましょう。はい。青の歯ブラシね。青っていうか、なんだ、グレーなのか、水色なのか。うん。はい。うん。これ、開けてください。はい。怖い。ホラー動画みたいな。怖い怖い怖い。はい、開けますよ。これ。何これ。あ、何これ、すごいじゃん。ごめんごめん、キャップもついてる。すごい、ほら、トラベル用だよ。うん。これもったいねえか。いっぱいあるね。まあ、いっぱいあるからいい。うん。すごい、これ、トラベル用だ。うん。これね。そうそう。ずっと練習してて。うん、はい。違う違う違う。おかしいな、あれになってるから。ねえ。一人は練習だしさ、こんなの。これ、剥がしてもらうからさ。はい。よいしょ。これね、簡単に取れるわけ。歯ブラシでやると。おーで、これ、シンナー。これ、はいはい、吸うとね、気分が良くなるから。本当なの、うん、いやいや、ダメだ。ダメだ、それは。違う違う違う。いやいや、これで、シンナー、ちょっと、これ、垂らす垂らす。それ、直接垂らしちゃっていいの？垂らしちゃっていい。あ、やべやべ。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。もっと。いいよ。こんなもん？うん、で、あと吸う。違う、ダメ。すまね。こうやると、ほら、取れるじゃん。何これ、ね、こんな簡単に取れるの？そう。簡単に取れるわけ。で、これを繰り返して、
やって。あれ？あ、そういうこと？そうそうそう。繰り返してやれば。はいはいはい、はい。そうそう。でね、あとこう、歯ブラシでやるとほら。うわ！めちゃめちゃ落ちる。ね。すげえじゃん。うん。何そう。どんどん取りますよ。うん。ちょ、おかしいな動画になるって。なんでそう。新たな試みはやめなさい。もう怖いわ。怖いわ。夜寝れないわ。今日これにんまりしてたらダメだ。これほらまだ、あれじゃついてんじゃん、芯が。んで拭ける？あんでついて、じゃあ、うん、ビニール入れて吸うの。いや、違う。違う。目的ダメ、それは。おっさんが芯が押す。今だけどもうトロエン入ってるやつないよね。ない。の芯が、うん。これ入ってるけどね。うわ、なんだ、通りリーと思った。うん。そうだよ。通りリーいい感じだと思った。ダメだよ、吸っちゃ。吸わない。脳みそスカスカになっちゃう、うん、結構綺麗に取れるでしょ、うん、ここの間とか、うん、これ1350円だったかな1個これがはいはいはい、うん、でちょっと取ってて俺他のあれを持ってくるから取るよなんか喋りながらやってえ難しいな真剣に取ってるからちょっとね難しいよ喋りながらって取れてるのかなこれ隙間が取れてる。光ってるからさ、隙間が取れてるのがあんま見えねえんだけど。それでね、染め球、今回は椅子座るから、うん、擦れるじゃん。うん。まあ、ベンチクルーザーの時はさ、缶スプレーでやったけど、あそこほら触るとこじゃないからさ、うんうんうん、缶スプレーの塗料でやったけど、今回ね、染め球を買ってきました。これ基本的には、OK、擦れるとこでも平気だよね。平気よね。これ、あの、ビニールシートで、あの、バイクとか、うんうん、そのシート用のやつを買ったわけ。たっけ、3800円すんの、これ。で、俺、ケチじゃん。うん、だからね、エアブラシの塗料の中にこれ入れて、拭く。ああ、はい。このままだと余分に拭いちゃう。うん。ちゃんと取って。取れてない、今だ。うん、ここら辺がまだ白い。ほら、だから俺、わかんねえんだって。うん。取れてんのかな、この、そう。この辺この辺ここら辺。やばいな。もう分かりづれえわ、俺。よかしてねえな。うん、ああ、まだ。こんなもんじゃない？うん。優しく円を描くようにやってもらいたかったな。ああ。親の仇みたいにゴリゴリやっちゃった。ああ、ねえ。うん。そこが違う、ね。優しさがねえもんね。優しさがないもん。もう本当に。ダメだよ。ちょっとなんかビニールが柔らかくなってきちゃったな。ボケてる。大丈夫。大丈夫。うん。平気。どけだと全部溶かしてもらえばいいのかな。ダメだよ、これ使い物なんで。まあどうせほら、色塗っちゃうからさ、うんうんうん、わかんなくなっちゃうじゃん。はいはい。で、これでね、ほら、ある程度ちょっとまだ乾いてないから、うんうん、取れましたよ。はいはいはい。で、火曜日に、うん、これを、杉山くんと矢部さんに、うん、塗る。うん。はい。二人でね、うん、やってもらいたいなと。はい。思います。はい。はい。今、デザイン何にしようかって話から、うん、モーターカンパニーのデザインを考えようと。うん、はい。で、杉山くんが書きました。なんだ、おい、急に。これ、決定。違う。ダメだ、それ。ダメだ。却下。却下。汚ねえ。これ。聞いたね、ダメだ。ダメ。ベンチクルーザーが、うん、きっかけで、なったかな。そうだね。うん。で、ベンチクルーザーのシルエット。うん。で、やろうかなんて今話してたじゃん。うん、ですよね。うん。で、今ちょっと書こうかっていう話になって、うん。ちょっとサクッと書いてみますよ。はい。T シャツにもなる感じ、うんうんうん、にしたいので、うん。
どうなの、あの、荒っぽく、荒削りの方がいい、うん、うんうんうん。なんか書きっぱなしみたいな。うん、さっき、ちさこってやったけど、うん、ちょっと今ここで、ちょっと清書しますよ。はい。ライトがあります。で、こうね、ハンドル。で、タイヤがありますと、はい、ライトね、うん。で、フレームが、こうなってる、うん。で、こうじゃん、うん、ざっくりね、うん、でシートがある、はい、でこれがまあ、こんな感じのラフスケッチだけど、うん、とりあえずラフスケッチね、これがシルエットな、うん、ちゃんと書いてね、はいはい、うん、でここの中に、うん、S, H, W, サイレントヒルワークス。で、ここの下にカタカナ、うんうん、あれモーターカンパニーって入れてもいいのかな、ああ、そうか。とりあえずサイレントヒルワークスって書こうか、今。うん、さ、い、れ、うん、と、ヒル、ワークス、うまいね、うん、モーターカンパニーでいいよね、うん、カタカナでいいよね、そう、そのままのテイストでいいよね、かっこいいな、サクッと書いたけど、こんな感じ。清書です。いや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 、ダメでしょ。で、殴りかけだもん。だけど、この文字もなかなかいい、ね。うん、いい、うん。そのタッチの、うん、感じいいよ、ね。ちょっと書いてみて。いや、無理。無理だ。そのタッチはできんよ。このタッチね。いや、無理だよ。もうダメだよ。書けねえよ、もう。なんで書けねえもん。だって絵がこれだぜ、俺。一緒だね。どっちがいいか。バカ、ダメだ。なんかこれでさ、うん、椅子やってみようか。いいよ。うん。マジで。うん。本当にいいと思うよ。うん。うん、で、これちゃんと抜けるように書いてさ、うんうん、で、これも抜けるように書いて、うん、まあ、殴り書きだけど、こんな感じで。ああ、そうか、中塗ってやればいいのか、これで。そうそうそう。こう、T シャツになる。かっこいいじゃんね。ほら。ね。1枚5万。はっけ。クソだけ。なんで、あの、しまむらの、しまむの、しまむらですやんの T シャツ480円で、うん、印刷して5万だよ。うん、だ高い、ダメです。高いか。これちょっと、うん、これで進めて椅子の上。うん。あ、いいかもね。うん。大きさも、まあこれでいいかも。ちゃんと比率あれしてさ、うんうん。そうだね。そうしようか。うん、じゃあ俺これでやっとくよ。清書して、うん、これやって、火曜日までに。うん。それで、俺らはやるんだ、ね。そうそうそう。だって抜いているのだけじゃん。うん、で、俺はほらできるのはわかってるけど、ヤケさんとさ、じゃあほら、エアブラシ、うん、ね、やってるからあれだけど、ヤケさんと杉山くんさ、はい、エアブラシ、あれだけでしょ。まだ G、つなぎの後ろにやっただけだもん。そう、だから、この塗料で、できるかどうか、うん。はい。で、これからできれば、ヤケさんと杉山くんがこれを大量生産する。うん、大変だな。はい。歯ブラシからまず。はい。ね。プラークコントロールだから。そんな感じでやってます、はい。前回。はい。から、前回の動画、前の動画から2週間ぐらい経つね。うん、そうですね。そうだよね、うん。考えてみてたらさ、うん、2週間の間にいろいろ考えたんだけど、うん、あの書いたサイレントヒルワークスモーターカンパニーの絵なんでしょ、うんうん、あれはちゃんとしようと。うん、あれを、
会社の、うん、マークにするからね。そう。なので、うん、ちょっとね、安易にやるのはまずいなと。うん、もうちょっとこう、修正したり、ちゃんとね、そうそう。作り込もうと。そうそう、そういうこと、うん。なので、このシート、うん、結局ね、これにしよう。これね。ってなった、うん。こっち最初やったのよ、ちっちゃくて、うん。やっぱこれぐらいかなって。うん。そうですね。バランス的にはね。ね。うん。どうですか？いいよね。で、これをね、まあお菓子今いっぱいあるんだけど。菓子だらけになっちゃうね。うん。なんか、おっさんの、団らんだ。団らんの場になっちゃってるんだけどね。うん。甘いのとかさ。うん。しょっぱいのからも。しょっぱいのからね。気をつけた方がいいよ。うん。血圧が高いから。そう、俺も甘いに気をつけないと。うん。本当に。シュガーボーイだから。ね。これをね、ちょっとね、ここに、塗装したいなって。はい。まあ、前も言ったけど。うん。だから、写メじゃねえや。あの、イラストは、うん。T シャツにしてなって。うん。うん。どうか、ね、いい。かっこいい、かっこいい。あれちゃんと清書して。もうちょっと、うん、作り込んでね。ね、作り込んで清書して、うん、T シャツに、うん。で、掲げる看板っていうか、ああいうのも、あれでね。そうそう。だそれをさ、T シャツとか、いろいろ、あの、モーターカンパニーの方で、うん、ああいう系統の、デザイン、うん。で、今井さんのところは SHW。うん、もう、シリガハマ、SHW はシリガハマ限定っていう形で、別でね、うん、別枠で、今井さんは、アパレル系の、シリガハマ中心としたね、展開をするのに。そうそうの、うん、なんていうの主任じゃない、主任って言ったら変か。中心で動いてもらう。そうそう、中心で動いてもらう。人。うん。言い方が分かってね。うん。なんて言ったらいいか分かんない。分かんない。本当に。で、杉山くんが、モーターカンパニーの人。人。CEO でしょ、うん、CEO。社長って呼んでよ、これから、ね。呼んでみて。社長なの？もっと上でしょ、だから。最高経営責任者だから、会長とかさ、なんかもっと上の。CEO って社長じゃないの？社長。社長よりもし、だから、役員としているんだったら、上だで。だから、会長だとか、最高経営責任者とか、よくあるじゃん。俺？うん。俺は、そんなにすごいの？え、社長じゃないの？いや、わかんねえ。じゃあ、ゴルフ行けねえじゃん。社長じゃなきゃ。あ、で、俺が2番目ぐらいだと、俺が行くよ、じゃあ、ゴルフ。あ、社長で？俺じゃ何？俺何してりゃいいんだろう。あの、女の子はめらかしてこう、ふんぞり返ってて。あそことか。そうそうそう。なるほどね。うん。わかりました。じゃあ、ちょっと。いや、わかりました。やりましょう。はい。はい。来ましたよ。はい。スキャンカット。はい。CM110。ブラザーのね。はい。お世話になってますよね、これにはね。ね、はい。これ、うん。標準価格が。はい。39,800 円のところ。はい。なんと。はい。35,800 円。もう少しお安く。やるね、なかなか。まあ、とりあえずね。はい。はいはい。やりたいと思います。そんな気しちゃうな、俺今。淡々とやってるけど、絶対捨てられんだろうな、と思って。どこで捨てられるかなと思ってたけど。早いな。いや、うまいね。うまいよ。いい。電源ね、入れましたよ。これ、うん。これね、欲しいっていう人ね、結構、あれ。いるだよね。いるいる。何使ってるんですかってコメント入れてくれる、うんこれね、視聴者さんとかさ、いるわけ。で、パソコン持ってないじゃん。うんうんうん、そもそもが。で、携帯で動画もさ、全部携帯でやってるじゃん、うんうん、俺、動画携帯でやってるんだって言うとさ、みんなびっくりするんだよね。大体の人パソコンだからね。うん、だって持ってねえんだもん。持ってないもんね。欲しいよ。俺だって。マジで。買いたい。あると楽なんだろうね。どうなんだろう。使ったことないから何とも言えねえけど。
いや、俺店で、パソコン、うん、ああ、そうだよ、うん。あったじゃんね。そうだよ。エロ動画ばっかだったから、見てんのが。そりゃそうだよね。うん。そのためにあるだもん。そのためのパソコンだ。そうそうそう、パソコンはね。それでウイルスやられてさ、うん、友達呼んでさ、うん、また見たのなんて言われてさ、それは見、それ見るわって。ヤギさんだって見るよね。そうだよ、うん。男だもんだって。まだ若かったからね、そうそう。今でも見る？見るよ。本当？うん。携帯で？携帯。後で教えて。何のやりとりだ。何のやりとりだ、もう。あ、やばいやばい。あ、やばい。これね、ここ切っちゃってるもんね。そうそう、言ってたね。そう。あ、うまく入んねえね。反対にするよ。うん。しょうがないね、これは。もう反対側からやってると分かんなくなるね。これでスキャンするわけ。うん、うんうん。これスキャン。もうこれでね、読み込んじゃうわけ。うん。で、あとはカッティングシート？そう。これで終わり。はい。いや、カッティングシート入れて終わり？もう、これ。まだ、ちょっとデータはね、データは俺やるんだけど、もうちょい。はいはいはい、はい。今ね、認識してるから。おーおーおー。社長が入れたぞと。そこまで分かってる。分かってる分かってる。すげえな。すげえよ。ほら。おー、ほんとだ。はいはいはい。でもこれ処理中で、うん、で、これで、サイズの極小サイズをね、ちっちゃくするわけ。細かいところまで見れるわけだ。ね。おうおう。で、これでちょっと確認をする。どこまで、ちゃんと出てるかなと。うんうんうん。大丈夫？そうだね。うん。はいはい。で、これで、データが入りました。うん、で、はい、カッティングシートやって、うん、カットでもうできると。はい。で、今から支度します。これ、うん、やりましたよ。はい。で、模様を出します。で、データを呼びます。どれだ？ん？あれ？あ、これか。あ、違う。これでかいやつ。いないで？え？それそうか。違う。違うね。あれ？データ消しちゃったみたい。質問が。はい。切りますよ。はい、切りますよって俺が切るわけじゃないけど。うんポチッとな。はい。おぉ。ちゃんと円入ってくれれば。あ、今、ああ、外回り来てんのか。そう。すげえな。入ってるね。入ってる。うん。入ってる。よし、うん、じゃあこれ、延々と4分見ててもしょうがないので。次の動画では、もうできてます、うん、はい、はい、抜けたけど分かんないね、うん、でこれちょっとさ文字を白くするのでここら辺はもういらないわけだあの文字はね、うん、こう抜いていきます俺がいつも抜くやつどこ行っちゃったんだろうコンパスだっけかコンパス。まあ、これでもいいんだけど。じゃあ、これちょっとね、抜いちゃいますよ。はい。はい。じゃあ、進めよう。これ、いいじゃん。うん。いいですよね。かっこいいね。うん。なんか、赤白かっこいいなんだ、ね、かっこいいね、今思ったけど。俺考えてみたらさ、これ、なんか抜いちゃってたけどさ、これ普通に反転すりゃさ、ステッカーになったんだよね。あ、だけど、取りようがないか。そうすれば騙してくれたじゃん。クリアフィルム貼っ
って、だけど、剥がした後、周りをね。うん。で、クリアフィルム貼れば、文字の、あの、彫ったステッカーになるよ。これだけど、取っちゃうと使えないじゃん。うん、ちょいちょい、周りを取る。だから、この字だけを残す。そうすると、ガラスとかに貼れるステッカーになる。ん？なんだ？なんだ？まあいいや。まあいいや。なんだろう。やばい、理解できてない、俺。じゃあ、これ、こっちもこっちも使えるようにしたかったの。ああ。うん。そう。あ、でも、フィルム貼ればいけんじゃない？それ。え、だってどうやって撮るの？クリアのフィルム。だって、フィルムだけ貼って、これだけ取れてこない？うまく。取る。字。無理。無理？うん。じゃあ、よそ。うん、はい。これ、貼って、うん。で、養生するじゃん。うん。で、染め球、エアブラシで、やってみようよ。うん、はい。ね、うん、で、カンカンさ、いいね、うん、ちょっと下から持ってきてさ、うん、ちょっと置いてみてね。置いてみようよ。うん、色塗ってみる？大丈夫かな？もう一個あるかな？大丈夫かな？いや、染め、うん、大丈夫かな？どうする？ヤスやってみる？うん。じゃあどうしよう。まず最初俺やってみるか。そうね。ちょっと様子を見て。じゃあこれ貼っちゃって、うん、エアブラシやるところまで支度します。はい。はい。はい。どこが中心かな？俺わかんないぜ。もうさ、目剣で行くしかないよ。目剣で行くしかないね。うん。いやー、光っちゃって見えねえな。ここだな。いいや。うん。行こう。行け。行け行け、行ったれ。これ、思いっきりが必要だから。そうそうそう。もう何でもね、もう迷っちゃダメ。ね、迷っちゃダメ。うん。本当に。で、これで、意外と貼り付くもんだね。うん。結構貼り付くね。貼り付くね。これボコボコしてるからどうかなと思ったんだけど、ないし。全然ピタッといってんね。ピタッといってる。で、ここがちょっと隙間が空いてるから、なんか漏れそうな感じがするけど。ここはちょっと、ああ、シュッて、うん。で、これでいいじゃん。うん。これでいいじゃん。いや、ダメだ。これじゃダメだ。これダメ。これだけどさ、色塗ったらさ、いいかもしんないね。うん。ね。うん。なんかこれがもっと本当に取れねえんだったら俺このままでもいいなってちょっと思うんだけどね。カッティングシートのかんね、これ。いやだけどこれ色塗ったらかっこいい。なんかかっこいいよ、かっこいい。いや、ちょっと試着しますよ。はい、これうん、染め球3000、はい、高えね、これ。高いですよね。これシューってやったらもったいねえじゃん。うん、ケチじゃん俺。だからなんかやっぱ入れ物に入れてさ、少しの量で済ませたいわけですよ。済ませたい。だって、これ、いっぱい作って売りてえじゃん。うん。ね。いくらで塗る？下も色を塗るからね。うん。どうしようかね。これじゃないバージョンも作る？これのみにする？あ、ここが杉ってやつ。一瞬で、ダサ。ダサ。杉って、なんか、ワールドもなんでもねえし、ボレー。もうね、どう？いら、売れねえ、売れねえ。いいよね。いやいや、よくいやいや、あったら俺買うよ。ヤクさんも買うよね。買わねえ。買うって。ちょっとやろうよ、杉。自分、それは自分で作って。いやいや。俺は嫌だから。そらそうだ。ちょっとね、塗料を入れる、なんかね、プラケースね、なんか。そうだ。これ、もったいねえかな。プリンが入ってた。ああ、まあ。匂いがした。だけどほら、シンナーでまた取れるじゃん。うん。いいよね、別に。うん。でかいかな、これだと。ちょっとでっかいか。まあでも。どうする？杉作る？いや、杉はいらん。杉はいらねえ。わかんないじゃねえよ。亀とかさ、欲しいなんていう人いるぜ、多分。杉、亀。ボレーな。なんでちょっと、ボレーかな。結構しゃぶしゃぶだね、これ。なんか匂い嗅いだことある感じだね。ん？なんだろうね。
何入ってんだ。気分がスーッとする。やばいな。やばい。ちょっと足りないね、絶対ね。さあ、もうちょい。ちょっと軽くやってみようよ。うん。じゃあ、いきますよ。軽くね。うん。一気にやっちゃうとさ、いやもう乾いてるわこっち。早っ。何これ、めちゃめちゃ速乾。なんだろうね。ほらもうだってこの辺乾いちゃう。ほんとだ。ね。速乾だね。やばいねこれ。なんかこれでシューって塗ったか早いな。なんかそんな気がしてきた。そんだけ速乾だしね。うん。思ったよりも目も細かく出てそうな感じだね。そう。なんだろう、気分がスーッとする。いや、ダメダメ何回もやっちゃダメ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 か。しかも薄くやってる割にちゃんとやっぱ色もつくね。つくね。うん。つきがいいね、これやっぱ。いいね。あーびちょーって出た。うん。けど、もう関係ねえけど、どうせベアってやっちゃうから。うん。これでちょっと何回かやりますね。はい。できた。うん。これで、もう乾いてるんだけど、もうちょっと待つ？もうちょっとだけ待つ？そうだね。これ、多分ね、何回かに分けてやってるけどね、2杯いってないと思う。塗料的に。そうだね。持ってみな、重いもん、このまま。あ、まだ全然入ってる。全然入ってる。全然入ってる。あと、10個ぐらいはいけるけど。うん。うん。これ欲しいって人いるかな、うまくいったら。完成品をちょっとお見せしてね。そうだね。うん、完成品をお見せして、欲しいよって方がいれば、うん。うん、売ることも考慮して、はい。感じたいもん、塗ってね。それか缶は、うん、用意してもらおう。あの自分でね。ああ、だこれ、これを用意して、じゃあこの状態で売る。上だけ、うんうん、上だけ売るっていう形、うん。まあ、缶、要はペール缶だったら何でもいいだもんね。そう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 。そう、あれ、ペール缶は大きさ共通で今思ってる。ペール缶は共通。共通？うん。どうしようかね。これうまくいったら売ろうか。後で会議しよう。うん。うん。剥がしてみよう。うん。ちょっとね、乾かしたからね。うん。よっ。おっ。おー。来たよ、来たよ。ちょっと、眼鏡かけてさ、やんないと。怖え。怖えよ。おっ。おぉ。おっ。おっ。おっ。ヤケさん、おっ。おっ。困ったおじさんじゃん。おあ、だけどあれだね、滲むね。ああ、ほんとだ。隙間に入るんだ。隙間に入るね。はい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 。なるほどね。そういうことか。こういうとこがダメじゃん。これだって防ぎようがないの？防ぎようがないね。そうだね。だから、T シャツ用にさ、熱でくっつけるさ、うん、昔あったじゃんね、うんうんうん。あれだったらいいんだよね。カッティングしてさ、ベターって、ね、熱加えてくっつけるやつだったら。ベターってやってこっちはチリチリってなっちゃってる。ああ、それ困んな、うん。なりそうだな。なりそうだよね。ああ
これダメだな。これダメだね。そうか、これ。でも他のあれのやつとかさ、うまくいってるやつは、やっぱあれか、熱でやってんのかな。多分。これはダメだね。これじゃ商品なんないよ。うん。自分家で楽しむ程度なら別にいいけど。うん。これ売り物なんねえじゃん。もう売り物にするつもりもなかったんだけど。もし欲しい人がいればなと思ったけど、これじゃあれだもんね。滲んじゃってるもんね。滲んじゃってるからね。どうする？立ったらあんま気になんない。全体的にそう、いいところね。立ったらほぼ気になんない。あ、本当だね。ちょっとしかも ずれてんねん、これ。もうまい？大丈夫ぐらいじゃない？本当？まだ乾いてないな。なんかベタベタしてる、うん、なんかいらないから。もっとぴっちりいくかと思ったけどね。なんだろう、これもっとさ、あれじゃねえ、もっとベターって貼らなきゃダメだよね。でもベターって貼ったところでダメかもね。この隙間埋めらんねえんじゃねえかな。無理だね、入っちゃうね、入っちゃうよ。っていうことは、この上をつるっとしたやつを探して買おう。そうだよね。そうすれば、そういうことだよね。そういうことだよね。あ、俺つるっとしたビニールレザー持ってんな。そういえば。お、今あるぜ。張り替えるんだったら最初から作った方が早いもんね。ちょっとこれ、宿題にしようよ。うん。そうだね。ね、うん。だけどほら、遠から見たら枠ないよね。黒の染め球持ってるから、うんうんうん、そこの周りをさ、筆で修正してもいいんだけど、そうするとさ、値段単価も上がっちゃうじゃん。うん。結構細かい仕事になるからね、これ。ちょっとやばいね、これは。うん。俺今日ちょっと夜な夜な泣きながらやるよ。まあ多分すぐできるよ。そう。もう俺はほら、そういうの好きじゃん。うん。ちょっと、これは物にはならないな。うん。これダメだね。ここが、もう、すごいもう。うん。うん。どう？ダメ？ダメだね。もう死んだら取っちまうからね、今。え？なんで？綺麗に行ったら一回それはそれでね。うん、なんか見たよね。もったいないもんね。もったいない？うん。でも綺麗にやるのが、大変だよって言うならあれだけど。俺、こういうのすぐ取っちゃう人じゃん。なんかやんの。ああ、もういいや、めんどくせえっつって。じゃーってやっちゃう人じゃん。うん、ダメ？いや、もう一個あるか。そうか、もう一個あるじゃん。またじゃあちょっと俺、はい、そうだね。まあとりあえずこれさ、黒でさ、俺ちょっと修正してみるよ。うん。それはもう宿題だね。うん。うん。この後の動画でもしかしたら乗っかってるかもしれない。多分やると思うね。ああ。バカだから。まあ今回はね、うん、大失敗ということでした。うん、はい。はい、ありがとうございました。はい。はい、ありがとうございました。はい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 。ごめん。ありがとうございましたとは言ったけど、なんとなく分かったよ。うん。一気に塗っちゃうと、水っぽかったじゃん。うんうんうん。だから流れちゃうね。だから細かい溝に入り込むんだよね。そう、だからもうね、何回かに分けて、うん、そーっとっていうか薄く、うん、乾いたら塗って乾いたら塗ってを繰り返せばいけるはず。だから多分そういう風になったとことなってないとこの差が出てんだよね。そう。だからこれで塗ったら絶対失敗する。ああ、そうだね。この表皮だと、うん、だからこうやっちゃう。ビュー。ああ。さよならだ。さよならだよ。もうグッバイママだよ、こんなの。ダメダメ。俺の中ではね、こんなのね、許せんから。ああ。ね。で、今日、ヤケさんと杉山くんが帰りました。うん、俺、これ。すげえいい匂いする。うん。気分がスッとするから。うん。ダメ。ダメだ。これ、俺、やるよ。
成功させる。うん、で成功し しなくてもしてももう何回もやり直すっつったらとりあえずでも多分今言った理屈で いけるいけるよね、うん、と思う、うん、いけるいける、うん、そうそうやっぱねダメだよ許せねえ俺の中では、うん、妥協しちゃいかん妥協しちゃいかんもうこの後はあれだよ成功した動画が、うん、というか写真がね、うん、出るから、うん次違う違う違う間違えてる違くなっちゃってるダメだよそれじゃあまあちょっと俺頑張って今日やるよ、うんうんうん、ちょっともう寝ないでいや寝て、うん、寝てそうだね、うん、寝まして、うん、じゃあちょっと期待しててくださいはい、はい、ということでありがとうございました次回のサイレントヒルワークスは？そう。うわ、なにこれ？すげえね。中華製の E を積んで電動化しました。バッテリーも今。カズさん知ってる車あります？カウンタック。それはわかるけど。それは俺だってわかるよ。チャンネル登録、高評価、よろしくね。